どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は初登場グローブの冬の曲デパーチャーズ、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレでシンプル簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした超シンプル簡単バージョンやって、後半はあのかっこいいリズム、やっぱりビートが肝ですから、こういうの、はい、かっこいいバージョンやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ今歌いたい曲、季節の曲、頭の中巡ってる曲、 CD 聴いたりカラオケ歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾きながら歌う弾き語り、これがもう本当にめちゃくちゃ楽しいんですよ。だから皆さんにもぜひ体験してもらいたいなと思うんですけれども、楽器は私無理だな、で聴くのは好きだけどね、やるのは無理無理という方、ウクレレがありました。ウクレレはね、簡単なんですよ。弦も4本しかないし、ちっちゃいんでね、いつでも触っていられて、何が一番素晴らしいかっていうとですね、簡単なんです。簡単。でも始めたらわかります。簡単なんだけど、やり始めたらもう奥が深いんでね、どんどんこうのめり込んでもう楽しくなるやつですから、ぜひ皆さん始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけで、どんどんウクレレが楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん音楽ができるようになっちゃいます。はい。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間で音楽ができる。しかも無料で、皆さん始めましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽がもう1000曲ぐらい、ウクレレ簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番の J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、あとは、アニメの曲、映画の曲なんかもうあらゆる音楽をウクレレで簡単にやろうということでやっておりますので、さっきのリンク先のところに行くと曲検索ができたり、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、お気に入りの音楽を今度は聴くからやるに変えていきましょう。よろしくお願いします。それでは早速やってみましょう。グローブのデパーチャーズ。ガズレレレシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3。 どこまでも限りなく降り積もる雪とあなたへの思い、少しでも伝えたくて届けたくてそばにいてほしくて、風が強くて優しさもわがままも、ぬくもりも寂しさも、思いやりもすべてを全部預けた。どこまでも限りなく降り積もる雪とあなたへの思い、少しでも伝えたくて届けたくてそばにいてほしくて、凍えるよ待ち合わせもできないまま明日を探している、いつだって思い出を作る時にはあなたと二人が愛、せーの、ガガグローブのデパーチャーズ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンにしております。コード進行は一緒ですけど、フルでやりたい方、2番の歌詞書き足して、コードこう書き足して、自分だけの楽譜を完成させてください。動画と一緒になんとかできる方、できるようになった方も自分で紙に書いて、それを見ながらご自身だけで歌ってみる。これをやってみてください。その時の参考になるようにガズノートを見ていただきます。はい。
ここいきなりこう歌が始まる感じですね。ここはもう印象的ですよね、これね。はい、もうほんとあの時代といえばこのメロディーという TK さんの感じがもうよく出ておると思います。はい、コードはめちゃ簡単。あ、そうだ、最初に言ってこれコード4つです。今の初心者版シンプル簡単バージョン4つですよ。やっぱりね、このねコードの量とかではないですよね、もう本当に。はい、これじゃあ一時停止でメモっててください。ちょっと分かりづらいなと思った方はテロップを一時停止して書いてもらっても同じだと思います。はい、これね、ほんと、ただ繰り返すサビと A メロしかないみたいな、そう、すごいシンプル極まりない作りでございまして。これサビから入って、ここ、まあ、A メロですけど、A1、A2、A3 という感じで3番までこのコード進行全く一緒でね、続きます。じゃあここで一時停止。あ、一応言っときましょう。これ下にくるって囲ってあるやつは、後半やるかっこいいバージョンのここね、C メジャー7というコードを使います。これも簡単なんで、初心者でも抑えられるコードの後で解説します。こっちの方が響きが良ければこっちやってみてください。はい。じゃあ一時停止お願いします。はい。この辺も歌詞が変わっていくだけですからね。はい、ここね。はい。で、この構成なんですけど、ちょっとね、見てもらうと。ここにサビから始まって A1、A2、A3 やったら、ここ見てください。サビ 1A って書いてあります。サビ 1A ってまたここに戻って、で、ここに戻ってきたら今度はここの、はい、サビラストに行きます。こういう感じの構成になってますんで、こういうことで、最後だけ合わせてやってみてくださいということです。一時停止でね。はい。はい、じゃあ出てくるコードを解説します。さっき見たやつ、コード4つですよ。この、今出てるコードね。Am と F と G7 と Em7 の4つです。やった!これはすごい嬉しいですね。この4つで、これ、つまりだから入門コードなんですよ。これ全部ね。はい。で、今日4つなんですけど、まあ、一応私がシェアしたいのはいつも言ってるこれなんです。これガズレレ必須コード。必須って書いてあるでしょ。これ覚えた方がいいですよってことなんですけど、コードっていうのをね、弾き語りとかやる上で覚えなきゃいけないんです。コードっていうのは。こういう音の要素なんですけど、このね、これがね、星の数ほどあるんですよ、もう本当に。で、数えきれないぐらいあるんですけど、わーって思うでしょ。でも皆さん、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんは、ウクレレにとって、めちゃくちゃ、夢のようなグループがあるんですよ。ウクレレにとっても超簡単で、もう本当にね、助かる仲間がいるんです。それをガズレレ必須コードって言って、命名しておってですね、10個ぐらいコードがいます。この10個で、世の中の曲、本当にね、いいのかなってこれできちゃうんですよ。なんでまずこれを覚えて、一番最初にこれを覚えておくといいですよというウクレレにとって便利なコードを言ってるんですけど、これ10個あるから、10個もあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見たらめちゃ簡単コードなんだけど、10個一遍に覚えようと思うとちょっと難しい。そこで私が動画で解説しております。ここでリンクが取ります。ここで、このリンク先でこのガズレレ必須コードはマスターしてください。楽しく頭にスッとこう入るようになってますんでよろしくお願いします。で、今のはそのうちの4つですから、これはやったって感じですね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、コード2つ追加します。ですね、一番最初、まず今出てきたね、簡単バージョンでは F のコードを全部ドン、F メジャー7というコードで置き換えちゃいます。ここにも書いたんですけど、かっこいい版では、F のコードは F メジャー7に置き換えます。F メジャー7っていうのはこれですね。これなんじゃこら、ちょっと説明しましょう。F メジャー7っていうのはですね、ここに丸いボタンがあるじゃないですか。これ5フレット、7フレットっていうふうになるんですけど、この5フレットのところの3弦、4弦、こういうふうに押さえます。これがかっこいい。いい響きに切ない響きなんですよ。これでやりましょう。はい、ここ。押さえるのはね、この押さえ方が私はおすすめしております。なぜかというと、こっちに戻る次、F メジャー7の次、あと G7 だったりするんですよ。この曲のパターン。そうするとね、こっからここで結構距離があるから、この人差し指がアドバンテージなんですよ。行くときにこの引っ張る存在になるんで、これをおすすめしますけど、まあもちろんこれでもいいですけどね。はい。あ、今から覚える方はこれで押さえてください。F メジャー7、F のところは全部置き換えますと。で、さっきもちょっと解説したんですけど、この A メロのところの、この Am の部分でシンプル簡単バージョンを弾いたところなんですけど、ここのところ、C メジャー7というコードで置き換えます。これはですね、簡単なんですよ。見てください。これですから。C が3番目だとすると2番目ね。これはでも響きはいいですよ。ここです、ここ。1弦の2フレット。これが C メジャー7。なんとも切ない。はい。これを機械でやってみようと思います。はい。コード進行はこんな感じで、いこうと思うんですけれども、問題はですね、皆さん、リズムです。これは迷うところなんです。基本的には、ドン。16ビートのチャというリズムでやってみようと思います。これ結構難しいリズムなんですけど、こんな感じですね。どこまでも限りなく、スタンスタンスタン。今 F 押さえちゃった。ここ F メジャー7ですね。どこまでも限りなく降り積もる
ルンコエッタスタスタタカタカタン、このリズムで基本的に置いとこうと思うんですけれども、今日は16ビートオンパレードの曲になります。まずですね、いろんな弾き方できます。サビは今の弾き方できますよ。で、間奏はちょっと伸ばす感じでやろうと思ってて、ちょっと感じ取ってください。で、A メロの1番、これ16ビートのアルペジオでいきます。16ビートのアルペジオこんな感じですよ。いきます。どうですか？ F メジャー7、 G7、 これは16ビートのアルペジオ、結構これは奥が深い、はい、やります。はい、で、どんどん展開していきます。2番の A メロは、これはですね、これが来ました。ドン、3連の16ビートです。くーい、これはこんなやつです。タラタ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 タンタン、タラタ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 タンタン、これは結構難しいです。3連の16ビート、タタタ、この3でしょ。123123123123121212、これです。3連の16ビートを A メロの2番でやって、 A メロの3番はさらにいきます。3連の16ビートじゃ、こうきた、こんな感じです。これはずいずいきました、ずいずいきました。これ難しいやつです。3連の16ビートのチャ、はぁ、あ、大盛り。つまり、サビは16ビートのチャでいきます。間奏は伸ばし気味、 A メロの1は16ビートのアルペジオ、 A メロの2は3連の16ビート、 A メロの3は3連の16ビートのチャ、山盛りでございます。はい、今出てきたこの弾き方、ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、その中から全部の弾き方動画で解説されておりますので、ちょっと取り組んでみてください。3連の16ビートはね、結構なかなか出てこないんで、これレアな練習曲になると思いますよ。これが難しい。タタ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 、これ結構、これ弾きながら歌うのはなかなかの脳トレになりますので、ぜひ地道にやってください。基本的にでもね、リズムは8ビートっていうリズム、こういうストロークが基本になりますから、何がなんだか分からなかったらまずは8ビートやって、8ビートから16ビートに行くっていう感じでだんだんマスターしていってください。今日はそういう意味ではですね、かなりリズムのレベルの高さ半端じゃないところにあると思います。コードは簡単だけどね、そういうところで今日は持っていくと思います。まあ、これもリズムをね、フレーズごとに切り取って、脳トレの、題材として、こういうの曲もかご活用ください。なんだけれども、やっぱりこう、冬を思いながら、どっか切ないこの恋心を歌いたい。それを忘れちゃダメですよ。音楽は感情表現ですからね。そういうこっちのことと、この心のことをこう、赤と合わせている。それが音楽の楽しいところですから、そんなことを取り組んでいきましょう。あとはやっぱ歌の中で急に裏声になったりとか、メロディーラインがね、これも結構特徴的なんで、そんなことを噛み締めつつですね、こう気持ちよく演奏できたらいいなと思います。それではやってみましょう。グローブのDeparturesガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみる。どこまでも限りなく降り積もる雪とあなたへの思い、少しでも伝えたくて届けたくてそばにいてほしくて、届けたくて
てそばにいて欲しくて超えるよ交わせもできないまま明日を探してるいつだって思い出を作る時にはあなたと二人が愛せーのじゃがじゃんグローブのデパーチャーズガズレリリューかっこいいバージョンやってみました。16ビート3連の16ビート、弾きながらこの歌うリズムをキープする、これはですねもう脳みそも沸騰寸前でございますけども、こうね届きそうで届かないあの感じ、あのこれがまたハマっちゃうんですよね。もうねはい楽しいっていうかね、まあ、なかなかこれは高難度ですけれども、ちょっとこんなリズムも、取り入れて、やってみましょう。冬の歌思いっきり歌いましょう。ありがとうございます。さあガズレレですけど、2019年はこのウクレレ持ってもう日本中飛び回らせてもらいました。ありがとうございます。2020年ガンガン行きます。もうちょっとで来年のイベント予定もドンと公開します。はい、まずこのガズレレ .com ホームページで全てをチェックしておいてください。ここにリンクも貼っておきます。ホームページ見るといろいろわかるんでね、ぜひともお願いします。あと使ってるこのウクレレ、今予約受注注文、していただいた方、12月発送分の方発送してますね、もう届くこうかと思うんですけど、はい、今ね待ってくださってる方、もうモジャ君でベトナムがモジャ君バンバン作ってますんでね、もうちょっとお待ちください。で次回の入荷、状況を、受け取れるというサービスが始まりましてですね、これホームページ内にありますんでご説明がぜひぜひチェックしてください。ぜひこれゲットしてもらいたい。本当これねいい音するんですよ。本当可愛いウクレレです。よろしくお願いします。ガズのわがままウクレレ。あとは本出してます。リットミュージック社からドン。リットミュージック社からこの本ともう一冊出してるんですけど、もうね、4万部ぐらい皆さんご購入いただいておりまして、もう大ヒットです。なんでこんなヒットするかというと、楽しくて簡単で、夢中になっちゃう、でみんなも一緒にできる、こんなのがいいと思います。ぜひ皆さんご活用ください。今年のイベントはもうね終わったんですけど、来年もマジモリモリいきますんで、まあ、毎年ねこうどんどん楽しくなるように、皆さんも音楽楽しんでいきましょう。ありがとうございました。さよなら。